はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はちょっとラフな感じで解説動画を作っています。 Waves のボーカルライダーの解説動画を作るために、今やっている NHK のお母さんと一緒の方の歌、これをですねアップデートするように作っていまして、見本になるようにということで、やはり適当な歌ではダメだと思って少し直していました。1日前に簡単にその NHK の作ってる途中というのを見せました。それは解説動画ではないです。今途中ですという、ただそれだけの動画なんですけれども、それをもしよかったら見ていただくとですね、あまり歌詞がはっきり聞こえません。下に字幕があるからですね、わかるようなもので、発音がですねうまくいっていませんでしたが、それをですね一個一個きっちり見直しました。今画面の真ん中にもありますように、このようにテイクもそこそこ撮っています。選択をすると AI リテイクというのを作っていまして、自分が気に入るまで作り込んでいます。今最新のバージョン 10.0.1 ベータ1というシンセサイダー V でやりましたら、このように気に入ったらテイクにハートマークをつけてですね、僕が気に入った結果をドリームトニックス社のサーバーに送るようになってですね、新しくこういう機能がつきました。どん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 ユーザーと一緒にいい歌声を作っていこうという試みです。テイクはたくさん作りすぎたとき、いらないものは消しましょう。消すのはここでアクティブ以外を削除というのがありますので、こうして切っておくと、もう確定したならたくさんなりすぎるとどれだったかなというのが迷うからです。そのようにして AI テイクを作りながらやってるんですけれども、見ていただいたらわかるように、全体のラウドネスはそんなに変えていないんですけれども、聞きにくかったところ、あまりはっきり聞こえなかったところは、このようにラウドネスでアタック部分を上げています。だいたいどれもが先頭が上がって後ろがすぼんでるような形にラウドネスもなっていると思うんですけれども、このようにアタック部分を強調していることが一点と、特にシというような音なんかはなかなか聞こえづらいという最初から特性を持っています。ですから聞こえづらい音に対してはこのようにですね、音素を少しいじっています。例えばこの音でしたら、笑ってのラーなんですけれども、ラーの強さをちょっと強調しています。それもアタックの方の R の方です。 A の方は僕の場合はそんなにも上げたりしていません。そしてさらに聞こえにくい時には、その R の長さをこのようにちょっと長めにしたりしています。 AI テイクとラウドネス、そして音素、この3点セットを案外いじります。もちろん空気感とかそれ以上の装飾といったらいいんでしょうか、そういうものはやはり好みもありますので、皆さんのお好きなように作り上げてくれたらいいんでしょうけれども、僕の場合はやはり歌物は歌詞がちゃんと聞こえる、目をつぶっていても字幕がなくても歌詞がほぼ聞こえるというようなことが重要だと考えています。これも皆さんのお考えにもあると思うんで、そしてまた曲調にもよると思うんで、一概には言えませんが、僕はそう感じています。ですからそんな感じで調整しましたので、昨日の分をビフォーとして、今日の分はアフターということで聞いていただいたらいいんじゃないかなと感じています。そして重要なことがあります。歌声自身を変えました。さっきから夏色かりんに変えています。その理由はというのは、やはり歌の曲調に合ってるというのもあるし、さっきはどちらかというとかりんに比べて歯切れが悪い、いいように言えばバラードとかのように静かな時にいい部分もあります。やはり歌声の選択からちゃんとやっていかないとですね、なかなか曲に合った歌にはならないと思います。じゃあ聴いてください。君の笑顔
ありがとうございました。またこれについてのちゃんとした解説というのも別で挙げていこうと思いますけれども、今回これを整えた理由は冒頭にも言いましたように、ウェイブスのボーカルライダー、これを完全解説というのをしたいと思っています。なぜなら、まあ他を悪く言うわけではありませんけれども、今日本語であるものは全て中途半端です。完全なボーカルライダーの使い方というのを僕なりですけれどもやってみたいと思っていますので、そちらの方もご期待ください。村長スタジオでした。